今日はジェノバ風冷製パスタを作ってみたいと思います。いってみよう。よいしょ。バジルを収穫します。よいしょ。はい、どんどん取ってきます。パクチョイを収穫します。よいしょ。どれくらいいるかな。よっよっ、こんなもんでいいかな。パクチョイは他にも取っていきたいと思います。これなんだろうかね。よいしょよいしょ。キーのだけ取っていきたい。よいしょ。はい、収穫しました。ではこれからバジルの葉っぱを取りたいと思います。取ります。ここの上の部分は飾りで使おうと思うので取ってきます。こんなもんかな。はい、取り終わりました。バジルを洗ってきます。よし。はい、洗い終わりました。これからバジルの水気を取っていきます。よいしょ。ほい。はい、これからジェノバ風ソースを作っていきます。よいしょ。バジルをミキサーかける。松の実とオリーブオイルを入れます。粉チーズを入れます。お塩ミキサーにかけます。よいしょ。混ざりました。ディーン。はい、ジェノバ風ソースの完成です。はい、お塩を入れます。こんなもんかな。はい、それではパスタに合わせる野菜を洗っていきたいと思います。
はい、残りの野菜も洗いました。これを茹でていきたいと思います。沸騰したので野菜を茹でていきます。よいしょ、大きい、熱い、熱い、ではお湯を切りたいと思います。よいしょ、せーの、よいしょ、うおー、すごい湯気、よし、 OK です。はい、お塩を入れます。なもんかな。うん、はい、今日はカッペリーニを使います。お、せーの、よいしょ、よし、おい、ゆで、はい、そしたら冷製パスタなので氷水に、よいしょ、入れます。熱いかな。熱いね。よし、ラーメン屋さんみたい。はい、それではさっき作ったジェノバ風ソースに入れていきたいと思います。よいしょ、よ、野菜を和えます。よいしょ、どのくらい入れようかな。盛り付けていきたいと思います。完成です。それでは完成したので、まいさんを呼んで一緒に食べたいと思います。まいさん。はい。てて。あ、いただきます。いただきます。あ、緊張する。うん。頬張りすぎました。わかる。私も結構頬張りすぎちゃう。あ、美味しい、うん、すごいバジルね、うん、ちなみにバジルとパスタと一緒に和えた野菜は私たちが育てたものとなります。うん、お野菜が大きいな。なんか野菜食べてる感じがしていて、うん、うん、パクチョイうまい。パクチョイは外れないんだろうな。うん、今回にしても美味しい。何でも合うんですかね。うん、うん、うん、なんかほんのりチーズがいません？うん。でもチーズあんなに入れたのにほんのりだよね。そうですね、うん、チーズの量結構多かった。うん、
意外とほんのりになるんだ。うん、いやこんなに入れて大丈夫かなってすごい不安だった。作ってる時チーズの香りすごかったの。うん、なんでこれこんなに巻きついてくるの。冷製パスタ、うん、でこんなにまとまり感あるんですか。うん、野菜がいっぱいある。食べる系は黙々と食べちゃうから。でもまいさん黙々と食べてるイメージある。うん、私よく喋ってるな。よ、うん、うんうんうん、食べるの早い。早いですか。早い。なんかあれなんです、巻きつきが多い。あれか、普段スプーン使わないから遅いのかしら。うん、そうなんですね。うん、ごめんなさい、渡しちゃった。なあ、うん、本場のイタリア人になろうかな。でも使わないって言いますよね。そう、ここの人使わないって。ついつい使っちゃう。わかる。あと私は不器用なんですよ、これができない。うん、完食。うん、うん、ごちそうさまでした。